NHK 紅白歌合戦は日本放送協会が1951年から毎年大晦日に放送している男女対抗形式の大型音楽特別番組である。日本の長寿番組の一つ。通称は紅白。女性アーティストを赤組、男性アーティストを白組に分け対抗形式で歌や演奏を披露する。当初は正月のラジオ番組であったが、 NHK がテレビ放送を開始した後は大晦日の夜に移動し一年の締めくくりの代名詞となる。放送が延期中止されたことは一度もない。2017年12月31日最長10年度テレビ音楽コンペティションとしてギネス世界記録に認定された。日本を代表する人気歌手が大勢出演し、さらに歌手以外のゲストなども その年人気を博した人物が選出されるため、放送開始当初から高視聴率を記録している。深夜に及ぶ時間帯の番組でありながら、年間視聴率の上位に食い込み、多くの年で通年の最高値を弾き出している。そのため国民の関心は高く、年の瀬から正月にかけて、新聞、雑誌から、競合局である民放局までが、紅白に関する話題を取り上げる。 上述の通り紅白の両組対抗型を取るが、番組の進行の上ではあくまで、ーとして番組を構成する要素の一つであり、決して対抗を全面に押し出しているわけではない。ただし、あくまで形式上は対抗であるため、その組み合わせの枠の中に入る歌手は、正式には番組出演ではなく、紅白歌合戦出場と呼ばれる。 BS4KBS8K は総合テレビとは別制作。高精細を生かして、より現地で見ている紅白に近い体験をコンセプトに、同じステージを別々に制作、中継する。そのため、カメラアングルが総合テレビとは異なり、オープニング CG は固定、2018年2019年は歌詞に限り、テロップが出なかった。また、NHK 主体ではないが、 海外の現地ケーブルテレビチャンネルを通じて放送される場合がある。第18回以降、長らく21時開始に固定されてきたが、2部制となった第40回以降は19時台から20時の間を推移している。一部と2部の間には、その年の最後の NHK ニュースを放送する。ほとんどの回は5分の定時ニュースの形式だが、第55回は10分に拡大し、 NHK ニュース7の短縮版とも言える景色で放送された。なお武士では放送されず、デジタル紅白化合戦と題した NHK ホール前からのこの後の内容を紹介する中継に差し替えた年もあった。BS4K8K はニュース前のつなぎコメントも含めてバックステージからの中継放送に差し替えている。終了時刻は総合テレビでは第13回以降、 一貫して23時45分である。また、次の番組も、ゆく年来くる年で固定されている。出演者に対しては、正式発表まで厳重な、観光例が敷かれ、原則 NHK 側から、その都度発表される。一方で特に司会者と出場歌手の人選は、注目を集め、大衆誌などでは、正式発表の時期に、関係者からのリークとして、予想記事が出されることがある。 その年の紅白の顔とも言うべき存在で、例年その年の出演者の中で最も早く決まる。正式決定とともに、本人出席の下で、記者会見が NHK 放送センターで行われる。通常、赤組司会、白組司会、総合司会の3者がいる。赤組司会と白組司会は、それぞれの組の曲紹介を、総合司会は、 番組全体の進行や両組司会のサポートを分担してこなす。赤組司会と白組司会は、平成初期までは、両軍のキャプテンとも呼ばれていた。ただし、司会者とは別に、キャプテン、チームリーダーを、両軍の歌手から一組選出したことが何回かある。基本的に赤組司会は、女性が担当、白組司会は、男性が担当する。赤組司会と白組司会は、 テレビタレントが総合司会は NHK アナウンサーが担当することが多い。かつての白組司会は NHK でレギュラー番組を持つ中堅、ベテランクラスの俳優や歌手、もしくは放送時点で東京アナウンス室勤務で、なおかつ知名度の高い男性アナウンサーが選ばれていた。赤組司会は白組と同等クラスの女優やタレント、歌手を起用することが多かった。 その後、平成に入ってからは、白組司会は NHK、民放問わず司会経験が豊富なタレントや司会、未経験も含めた俳優、第59回から第70回までは連続で、ジャニーズ事務所の所属タレントやグループが起用されていた。赤組司会はその年の連続テレビ小説の紙記、東京製作文のヒロインなど女優が務めることが多い。例外として、 総合司会も含めて NHK のニュースバラエティなどの番組で司会を務める東京アナウンス室のアナウンサーのみで務めた会もある。一方の総合司会は総合テレビで放送されるニュース番組のメインキャスターやバラエティ、音楽番組の司会者であり、知名度も高いアナウンサーが起用される。第34回のタモリ、第56回のみのモンタ。 第68回から4回連続で司会を務めている内村照るといったベテランクラスのタレント芸人を起用する会もある。全員のうちアナウンサーは必ず最低1名は入っている。これは紅白星放送中にアクシデントが発生したり芸能人司会者が本番直前にアクシデントにより出演不能となったりした場合の対応のためである。両組。 総合司会は、通常それぞれ一人ずつだが、複数名が担当した第37回、グループが担当した第61回、第65回、3社の枠を取り払った第56回などの例外がある。司会担当者は、他の長時間番組や音楽番組と比べて、特定の人物が何回も続けて担当することは、少ない。場合によっては、 司会未経験のタレントが抜擢されることもある。紅白の台本は生放送という関係上非常に細かく設定されており、進行上アドリブの必要性は少なく、あくまで司会者を演じる役者的性質が強いためである。司会が歌手の場合は出場歌手を兼ねる場合もある。出場歌手は概ね紅白両組それぞれ20組から30組の間を推移している。 対戦に組み込まれる正規の歌手は番組への出演が出場と呼ばれ、出場回数も正式にカウントされる。例年11月下旬に発表記者会見が行われ、その年の初出場の歌手が出席するか、あるいはメッセージが公表される。両組のありふりはメインボーカルの性別を原則とする。そのため、和田明子、原優子などは出場形態の違いにより、 両組からの出場経験がある。番組初期においては、厳密に赤組イコール女性、白組イコール男性と分けられており、男女混成グループは、本来の形態での出場が不可能であった。そのため片方の性のメンバーのみで、ボーカルとコーラスをまとめるなどのアレンジを強いられていた。男女混成グループが、初めて出場したのは、第19回のピンキーとキラーズであり、この時も、 どのような扱いにするのかでもめたという。結局メインボーカルがピンキーであったため赤組となったが初出場時のみ男性メンバーは歌手席に座れなかった。その他の主な割り振りの例は以下の通り。複数の名義で並行して活動している歌手はかつては原則両方で出場することはできず沢田賢治が第40回において ソロ名義とザ・タイガースの双方で出場した事例が長らく唯一であった。しかし2000年代後半からは同系列の複数のグループユニットをメンバーが掛け持ちしさらにそれぞれヒットする事例が出てきたため徐々に複数の掛け持ち出場が認められるようになってきた。第26回のズートルビー後民放番組からデビューした企画の歌手など 民放色の強い歌手も出場しており、該当の番組を特別に意識した演出があるなど、民放とのコラボレーションに対しても、比較的寛容である。対する民放の側も、デビューするときに、紅白を狙うと公言したり、出場が決まった際には、紅白本番中やその舞台裏の模様を後日、番組内で、紅白ドキュメントなどと銘打って放映したりすることがあるなど、 紅白とのコラボレーションに積極的である。歌合戦と称しているものの演奏のみで歌わないグループの出場もある。基本的にはその1年間にヒット曲を出した歌手を対象として出場者の選考が行われる。本人や所属レコード会社、所属事務所に対して選考対象とされることや出場への意思の有無の確認が行われ。 例年11月頃の選考会議で最終決定される。発表と同時に記者会見が開かれ NHK ニュースをはじめ各メディアでも報道される。この記者会見には初出場者が出席することが恒例となっている。第61回以降、出場者発表会見はインターネットでもストリーミング配信で生中継がされている。 番組側は基本的に選考の過程や理由などを明らかにはしておらず、非選出者については発表記者会見の質疑応答の中で最低限の事情を明らかにしている程度である。第65回、第66回の発表記者会見では今年の活躍、世論の支持、番組の演出、企画に沿うという3点が具体的に提示されている。第65回では この3点を中心に以下の5つのデータが出場歌手決定の参考資料とされた。これらは時代の変化に合わせて微妙に変えているでは、上記の5つ目がインターネットでのダウンロードストリーミングミュージックビデオ再生回数、SNS 等についての調査となっているが、これら参考資料を検討の上、総合的に判断している。出場歌手選考の参考として、 第23回の選考時よりご意見を伺う会が発足し、その会員から意見を求むという体制が第38回まで続いた。NHK が視聴者を対象に行うアンケート結果は第37回までは重視されていたが、以降は参考程度に止められているという。原則として結果は公表されない。紅白の出場歌手に選出されるには、 第一義的には、音楽業界での活躍、すなわち音楽セールスの実績、実力、知名度、話題性、世論の支持、歌唱力、同会のテーマとの合致、NHK のドジマン出場者に、自身の楽曲が選曲されることなどが重要となるが、他にも、以下の条件が存在するとの指摘がある。NHK への貢献度 NHK 番組への、出演。 関与や番組主題歌の歌唱など、NHK に対する貢献度が先行を左右する。例えば、連続テレビ小説の主題歌、大河ドラマ出演、オリンピックフィファワールドカップの NHK、中継テーマソング、NHK 全国学校音楽コンクール課題曲、提供などの場合、出場しやすい面がある。事務所ごとの出場枠出場歌手については、所属する芸能事務所ごとに、 一定の枠、数的制限が設けられる慣例があるとされる。この慣例については、番組は公式には認めていないが、ジャニーズ事務所の創業者である、ジャニー北川が NHK に2枠固定と言われ意固地になっていたと、枠の存在を暴露するなど、公然の秘密となっている。かつて、一部政治代の1980年代前半までは、芸能事務所ごとの枠は存在していなかった。 このため、第25回では、出場歌手の紅白系50組1010組を当時、全盛期にあった、渡辺プロダクションに所属する歌手が占めるという状況も見られた。しかし、その後は一定の枠が事実上設けられる状況となったため、かつての渡辺プロほどの規模で、特定の事務所が出場枠の一定割合を占有することは難しくなった。そのため、 大ヒット曲を出しながら、事務所枠の関係で、出場機会に恵まれない例もある。1980年代から芸能界で、大きな影響力を持つようになった、ジャニーズ事務所に所属する歌手の出場は、第48回以降長らく、スマップとキオの2組に限定されていた。その後、第60回に、嵐と NYC ボーイズが初出場して、以降、 同事務所からの出場歌手は増えている。不祥事の生む NHK は公共放送でありその番組は国民が払う受信料によって制作され、出演者に対するギャラも受信料から払われている。そのためイメージがクリーンであることも出演者の選出、決定にあたって重要な必要条件の一つである。実際にこの条件が原因で落選や事態、 あるいは出演の取り消しという事態が発生している。特に日本の芸能界は黒い交際、すなわち暴力団、ヤクザなどの反社会的勢力が興業士として栽配していることが多く、これが表面化すると先行にも決定的な悪影響を及ぼす。それは大物歌手、ベテラン歌手であっても例外ではない。過去には長年赤組取りを独占していたミソひヒりが 1973年、暴力団構成員であった弟、加藤哲也の逮捕をきっかけに、三代目山口組、田岡和夫との関係が問題視された。ひばりへのアンケートの指示が低下し、ご意見を伺う会からの批判が相次いだことを理由に落選。正式な出場歌手としてはついに復帰しなかった。また、第37回では、北島三郎、 山本常時が暴力団主催の演席に出席していたことがメディア報道され、本番の差し迫った12月29日に出場自体を余儀なくされた。代役として角川博士と鳥羽一郎が選出されたものの、今度は鳥羽が自身も暴力団との過去の関係を自ら申し出る。この一件に対する NHK の偽善の姿勢を批判して辞退した。2011年には、 暴力団の影響力排除を目的とした各都道府県の暴力団排除条例が施行され人気司会者であった島田晋介が暴力団との交際発覚を理由に芸能界を引退し大きな話題になったことなどもあり NHK も暴力団排除指針を公表同年の第62回の選考をめぐって黒い交際の情報がある人物は排除しなければならず NHK が 出場候補者の人選に通常より神経を使い、報道局など組織内の多くのリソースも投入していると各メディアで報じられた。出場自体出場歌手発表時、誰が出場したかと同様に、誰が出場しなかったかにも注目が集まる。特に1980年代からは、ミュージシャイ系の歌手を中心に、自体をすることがステータス、出たら負けという風潮が高まり、 出場の打診を歌手サイドの意思で断る事例が増えた。これらのアーティストは、出場辞退組と呼ばれるようになる。辞退する理由は様々で、知名度が出てきた頃に数度だけ出場する例、NHK との不和が原因で出場しない例、紅白のコンセプトに賛同しない例などである。ただし、後年になって出場するケースも出ている。またビーズは、年末年始は仕事をしないというコンセプトから、 30年以上出場していない。また、常連歌手がある時点で自発的に優待を宣言、翌年から出演を取りやめる例もある。最後の出場会の前に宣言した時には、最後のステージとして花を添えることも可能である。一方で、落選したのを契機に優待を宣言するケースもある。常連歌手など功労者を落選させる場合、番組側が 該当歌手の名誉のために、公式には、辞退したことにさせる場合がある。なお、出場が正式決定してから辞退し、代替出場の歌手が立てられたケースは少ないものの、以下の事例がある。サンディー・シムス、ハウンド・ドッグあと浦ラ・ナは選出されたのが、この一回のみで、幻の出場となっている。この他、出場する予定だったグループの一部の人物が病気、負傷、 不祥事などの理由により欠場、出演自体という事態になり、残りのメンバーで出場したケースも存在する。その年を代表する著名人が10人前後起用されることが恒例である。審査への参加だけでなく、放送内で随所で司会者とのトークが挟まれ、番組の進行にも関わる。第55回までは特別審査員と呼ばれており、また NHK 番組制作局長が、 審査委員長と呼ばれていた。ゲスト審査員の発表は最も遅く12月下旬に行われる。一番起用される可能性が高いのは翌年の大河ドラマの主演者であり司会や歌手に選ばれた場合を除き、ほぼ毎年審査員となっている。スポーツ関係ではプロ野球の日本シリーズ優勝チームの監督や主力選手、大相撲の看板力士が多い。 オリンピックのメダル獲得者は、競技と無関係の場合の登場を良しとしない、日本大陸協会の移行から当初は、選出されなかった。発令は、第35回における、江上由美で、以後は、選出が恒例となる。上記のメイン出演者以外に、様々な著名人がゲストとして出演する。ジャンルとしては、歌手や楽曲と関連する人物の応援、楽曲提供者などの演奏参加、 会場外からの中継の進行役など様々である。また、その年ブレイクした若手のお笑いタレントが、幕合でネタ見せするのも定番である。主要ゲストについては、本番前に地区一出演が発表されていく。また、大晦日の祝祭ということで、民放の現職アナウンサーの NHK 出演も、特例で実現している。第61回からは、紅白、裏トークが開始。 会場座席の一部にセットを組み、放送時間中そこからのトークを副音声で放送し続ける。専属の MC がおり、歌手、ゲストが入れ替わり立ち替わり出演する。両組司会は本番まで NHK 関連の仕事が入る。各テレビ情報誌の年末年始号の表紙に起用されることも多いほか、両組司会を表紙にしたテレホンカードや図書カードも発売される。 出場歌手の曲名や曲順は原則すべて公開されており、曲目は12月中旬、曲順は12月下旬に発表される。12月下旬に入ると、紅白の PR 特番が多く組まれることも、恒例で、司会者をはじめその年の紅白の出演者や、紅白の関係者がゲストに招かれる。過去紅白の再放送や名場面放映を中心とした番組もある。 会場と楽屋を結ぶ下手側の通路の角に神棚があり、リハーサル開始前には神主を呼び、スタッフ勢揃いで成功祈願を行う。歌手はリハの合間に無事歌唱祈願するのが習わしである。本番2日前の12月29日には台本が完成し、司会者、出場歌手、スタッフの顔合わせからリハーサルが始まる。台本は非常に熱く、 トークも含めてすべて、とがきされており、秒単位での進行が組まれている。ただし一部の演出については、詳細を台本では、白紙扱いにし、本番までシークレットにするものもある。顔合わせでは、本番当日の段取り説明などがある。生バンドだった1980から1990年代までは、その後に一組ずつ音合わせ、さらに深夜に近い時間帯には、 リハーサル室で NHK ホールのステージを想定したオープニングや応援合戦などのリハーサルも行っていた。リハーサルはその後放送時間の大型化などの関係でほとんどを NHK ホールで行うようになった。リハーサルと並行して司会者と出場歌手で面談が行われる。その面談では司会者側より出場歌手に 本番内での曲紹介の内容について説明したり、出場歌手側より司会者に自身の曲紹介をするにあたっての依頼や自身の歌唱にあたっての思い入れエピソードなどを語ったりする。この面談の内容が本番内で披露されることもある。また、メディア記者も NHK ホールに詰め、リハーサル、本番の合間を縫って出演者への取材が元日未明まで行われる。主に、 同年の総括や翌年への抱負が述べられるのが恒例である。NHK 側からは、弁当、ケータリングなどの提供は原則としてなく、代わりに司会者や歌手が差し入れを行うことが慣例である。リハーサルは12月31日の日中まで行われる。その間の12月30日には、日本レコード大賞の受賞歌手が掛け持ちしている。 31日の同時開催かつ紅白が21時、開始だった時代は、レコダイが20時50分に終了し、受賞歌手が、レコダイの衣装のまま NHK からの向かいの移動車に駆け込み、パトカーの先導で NHK ホールまで急行、車中で着替えを済ませて、本番開始の数秒前までに到着した歌手が、次々にホールへと駆け込んでいた。 1990年代まではこれらの制作の流れを NHK アーカイブスに残っている1970年代から80年代の複数の回の映像を混ぜて編集した特別番組を直前特番として放送していた番組のオープニング及びエンディングでは歌手全員がステージに登場するかつてはオープニングではステージに向かって出場歌手が入場更新 1980年代の回では、それと共に出場歌詞を一組ずつ紹介をすることが基本であり、放送開始から第32回、第36回、第38回、第40回、第43回、第47回、第48回まで乾杯の歌を入場更新曲に使用していた。タレントの両組司会は、オープニングは、両組の色の晴れ着姿で登場する。 総合司会は、男性アナウンサーの場合は、スーツ、女性アナウンサーの場合はドレスを着用する。各司会の紹介を経て、そのまま最初の歌手の曲紹介へと入る。原則として、くれない、両組の歌手が一組ずつ対決する形式である。歌唱時間は一回につき一組3分程度が、定番だが、その回の目玉の歌手、楽曲においては優遇され。 最長では10分近いこともある。一方で、さほどトピックスのない歌詞の場合は2分弱まで短縮される。両組間の順番が途中で入れ替わることがあり、公主交代と呼ばれる。2000年代以降は、この対戦形式の原則に入らない事例も多くなり、対戦の途中に特別コーナーが入る例、対戦相手がいない例、歌唱順の対戦相手と演出上の対戦相手が、 異なる例、正規の対戦歌手とカウントされないながらも、対戦枠に組み込まれる例などがある。さらに演出上、別々に出場したソロ歌手やグループが組んで1、パッケージで登場することもあり、これらが原因で両軍で出場者数が異なる年も、ある。4組程度の歌唱が終わったところで、原則総合司会のアナウンサーが、ゲスト審査員を紹介、また、 審査方法や総合テレビの生中継以外のメディア展開を説明する。司会の定位置は舞台脇の花道部分であり、ここで曲紹介や他の出演者とのトークを行う。舞台は赤組が下手、白組が上手に割り当てられており、番組前期は曲紹介も両方の花道で別々に行われていたが、NHK ホールは楽屋が下手側にあるため、 後に白組も最初と最後の二組程度以外は下手側で行うようになった。以降原則両組司会が番組進行を担当し、総合司会のアナウンサーは要所要所で両者の進行を補助する。原則出演歌手は中継も含めて生放送内で歌唱するが、録画出演も稀に行われる。舞台転換やステージの演出にも凝っており、時にはワンステージのために、 多額の費用や長時間を費やすこともある。3D マッピングなど最新の映像技術も駆使される。歌手側も豪華衣装が目玉となった小林幸子と三河健一を筆頭に晴れの紅白のために多額の自己負担をする場合がある。歌の間にはその年のトレンドやテーマに沿ったコーナーがあり、歌手有志が参加する。 NHK の人気番組が取り上げられることも多い。他、オリンピックなどスポーツにちなんだ演出が行われることもある。また、世紀のステージにおいても歌詞館での応援がある。特に2010年代以降では視聴率の都合上、人気の高いポップス歌詞を随所に登場させる演出がなされる。その年に亡くなった著名人の追悼企画が行われることも多い。 会場の観覧車には、ペンライト、LED ライト、リアルタイム AR システム、サイリウム、増加、お面などの小道具が配られ、番組側の指示などに従って、演出に参加する。出場歌手にもペンライトを配って、ステージ上で使用させることもある。その年内をもっての引退、休業を発表した歌手や解散、活動休止を決定したバンドグループが選出された場合、 ラストステージとして注目される。歌手の側も区切りとして活動年内限りとする場合が多いため視聴率の高い紅白が最後の舞台として選択されやすい。両組最後に登場する歌手は鳥として特別に注目を集める。通常、ベテラン、王法書と呼ばれる歌手が選出される。稀に若手歌手が選出されると大抜擢と表現される。 最後の数組の歌唱の際には、出場歌手も両方の花道に並ぶ。鳥は番組初期は演歌が流行していたこともあり、長らく演歌歌手が独占していた。初めて両組ともにポップス歌手から起用されたのは、演歌が記録的に不作であった第29回の山口、桃江と沢田賢治である。その後、演歌の人気が低下してもこの傾向は変わらず、 また、演歌歌手も、出演歌手中、応御所の位置にあったため、鳥を飾るには違和感がなかったこともある。ポップス歌手の鳥が増えたのは、演歌歌手の出場が減った2000年代後半からである。ポップス歌手においても、ドリームズカムトゥルー高橋マリコ、松田聖子など、ベテラン歌手の起用が多い。勝敗は、ゲスト審査員と会場の観客及び、 地上デジタルテレビ放送の双方向システムや携帯電話を利用した視聴者の投票で決定する。審査とその結果の発表方式は会によって異なる。長らくは全歌手の歌唱後のゲスト審査員と観客の投票で決まっていたが21世紀に入ると会場外の一般視聴者からの投票も加わる。一般視聴者の票は集計に時間がかかるため、 1> 第1部では残り2組になったところで、総合司会のアナウンサーが投票を呼びかけ、2組の歌唱中に投票と集計、ニュース直前に結果を表示する。最終投票時は、投票中にハイライトとして全歌手の歌唱シーンのダイジェストを流すか、最後に全員歌唱で1曲が入る。投票中に審査員やゲストを含め出演者全員がステージ上に上がる。 優勝チームが決定すると、テレビ画面には、組優勝の字幕スーパーが出て、天井から大量の紙吹雪がステージいっぱいに降るから、第19回は風船も一緒に降っていた。ちなみに、初期の頃はステージに紙テープを投げたり、天井から紙テープの実が降ったり第18回、くす玉が割れて、紙吹雪、紙テープ、風船が降る、演出、第11回、 第12回があった。テレビ番組での先駆けである。ただ、2000年代頃からは、紙吹雪が優勝決定時には降らず、エンディングのホタルの光の場面で降る。そして、優勝組の司会者に優勝旗が授与される。また、この優勝旗には、歴代の優勝チームの色のリボンが飾られている。1950年代頃は、優勝チームが決定した直後に、軍歌。 凱旋が合唱されるのが恒例だった。フィナーレは第4回以降、一部の回を除き、ホタルの光を出演者並びに会場の観客で大合唱されることが恒例である。この場面のみに指揮者として参加する音楽家がいる。ホタルの光の演奏は、1980年代までは回によって2番まで歌ったり、1番を2回繰り返したりした年から、 第38回もあれば、一度、大エンディング性演奏で締めた後、放送に入らない部分も含めて、アップテンポの曲調でもう一度演奏を行った、回、第40回、第44回、第50回終了後のカウントダウンスペシャルなどもある。第41回、第42回は、演奏を一度締めた後に、第9をアレンジした曲を流している。 ホタルの光大合唱が終わると、番組オリジナルアレンジの大エンディング性演奏が25から30秒流れ、曲終わりでの余韻を残した後に、ステージ演出用ミサイル型クラッカーが、ステージかみて、下手から、客席上に打ち上げられ、そこで、番組が終了する。放送終了後には NHK 放送センターの1階食堂で、出場歌手と司会者で打ち上げ会が行われる。 1>, 1月2日頃に視聴率が発表され各メディアで話題になる。合わせて1分単位の視聴率も発表されるため、最高視聴率を獲得したのは誰かも興味の的になる。通常、鳥、またはその付近の歌手が獲得する。2020年までの通算成績は赤組32勝、白組39勝で、白組がリードしている。連勝は赤組が3連勝。 白組が6連勝が最多である。視聴率はビデオリサーチ調べ、関東地区、世帯、リアルタイム。第1から12回の視聴率はビデオリサーチ設立前のため記録なし。一部の回の優勝チームに復帰された括弧内の数字は最終審査結果の票数。総合司会のうち、第18回までと、第25回の土門、中江、第34回のタモリ、 第45回の宮川の名義は、進行役。また、総合司会が正式であるものは、第19回から第20回、第34回から第55回、第57回からである。第56回については当初司会者の区別は、設定せず、上記の4人によるグループ司会で進行すると発表されたが、実際の放送では、仲間が主に赤組歌手。 山本が主に白組歌手の曲を中心に司会、ミノは実質上昇放送のすべての進行を統括する総合主会的な役割、山根は進行役的役割という形式で役割分担がなされた。上記の表では実質的な役割に従って、氏名を記載した。嵐は、大野里氏、桜井翔、相葉正樹、二宮和成、 松本潤から構成されるグループである。色付きの枠が先行トップバッターは通算出場回数は通算トップバッター回数を示す。色付きの枠が大取りは通算出場回数は通算取り回数を示す。毎回視聴率が非常に高いことで知られる。第13回のビデオリサーチによる調査開始以降での最高視聴率は 第14回の81.4%。1980年代前半までは、お化け番組、怪物番組とも称された。最低視聴率は、第70回の37.3%である。ほぼ毎回、年間視聴率では、民放の人気番組を抑え上位にランクインしており、ほとんどの回で1位となっている。毎分視聴率についても一般に公表され、 どの歌手の部分の視聴率が高かったかも話題となることがある。紅白出演がアーティストの翌年初頭の CD 売り上げに少なからず影響を与える。この現象は俗に紅白効果と呼ばれている。また紅白歌唱を機に注目され大ヒット、再ヒットした楽曲を翌年の紅白で連続して歌唱するというケースも見られる。 紅白効果はヒット曲のみならず、歌い継がれる名曲をも生み出すとの向きもある。紅白出演後に紅白で歌われた曲がオリコンシングルチャートで週刊1位を獲得したケースは以下。紅白出演後に紅白で歌われた曲がビルボードジャパンホット100で週刊1位を獲得したケースは以下。進行にあたっては台本と合わせてカンペも用意される。 司会者に対し、スタッフから開始早々のタイミングで巻きが入ることも珍しくなく、放送内でアドリブを入れることもなかなかできないという。その他、司会者が生本番内で言い間違いや出現をして話題となった事例がある。これに関連して、総合司会経験者の宮本隆二は、NHK ホールには魔物が住んでいる。これまで多くの魔物が、 先輩の司会者たちを苦しめてきたと語っている。ただし、これらは現代紅白のものであり、1970年代頃までは司会者によるアドリブや自由演出がごく当たり前のように行われていた。一例として、第21回では本番内において、白組司会の宮田明が、白組歌手の橋幸男に対し、歌唱曲を当初予定の俺たちの花から、いつでも夢を、 に変更することを持ちかけて歌唱させたという出来事があった。第57回までは大部分を両組司会がそれぞれ下手上手に分かれて別々に進行するものだったが、第58回からは一部を除き下手席で両組司会が揃って進行する形となった。一方で、その予定調和を逆手に取り、アーティストが番組にも無断で不意打ちパフォーマンスを行うこともある。 紅白でのパフォーマンスなので後に大問題になり、アーティストが NHK に出入り禁止を喰らうこともある。これまでの主なパフォーマンスとしては以下が挙げられる。なお、第57回の募集から応募資格が次のいずれかに制限されることになった。NHK 受信料を支払いしている者、新たに NHK 受信料を支払いする者、NHK が定めている。 受信料免除者、上記のいずれかに当てはまる世帯これにより、NHK の受信料を滞納、もしくは不払いのものは応募できなくなる。そのため、応診側のハガキには受信料負担者名の記入が必要となる。これは、他の公開放送番組の応募で実施されていたものと同様である。規則で禁止されている当選ハガキの転売行為に、 ついては観覧当日に本人確認書類を用いた厳格な本人確認を実施することで対策を講じている。微光微光。ありがとうございます。